会長。中村さん。なんですか、なんか久しぶりですね、これ。いやいやいや。なんかね、懐かしい感じがしますけど。だいぶこの感じなかった感じがするんですけど。いやいやね、お酒飲んだりね。はい。なんかね、はい、考えるのに行ったりとか、はい、いろいろしてましたけど。ね。なんかこの感じね、はい、久しぶり。逆に新鮮な感じ。はい、そうですね。どうしたんですか。はい、ね、見とけよ言っとったやつ、どうだったんですか。ね、見とけよって体重です、体重ダイエット、ダイエットでしたっけ、ビルドアップ言ってませんでしたっけ、はい、ちょっといろいろありましたね、はい、恋煩いです、恋煩らい、え、どういうことですか、恋を煩いましたねどういうことですか、はい、ウェイトトレーニングに恋しちゃいました、はいえ、ね、今ですか、今、そうです、そうです、今ですか、ずっと、ずっとじゃなかったんですか、はい、はい、そうなんですね、ずっとこんな近くにいたのに気づかなかった、気づかなかった、はい、はい、改めてウェイトトレーニングに恋しちゃいました、はい、はい、黙られてる、体重測定でしょ、はい、そうですよ、どうなってるんですか、前回が 94.95、はい、でしたっけ、94.95、ね、ギリギリこう切ってたら見とってください、ね、はい、どうでした、ほら減ってるちょっと待ってください、あれ何ヶ月経ってます、え、あれ前何いつでしたっけ、そう、もう覚えてないです覚えてない、え、今、いやでも減ってるじゃないですか、減ってるじゃないですか、まあ、いやだから今3なんで減ってないかっていうのを今言ったでしょ、はい、ウェイトトレーニングに恋煩いしてたんですよ、どういうことですか、いやだから煩ってたんです本当ですか、お酒飲んだりカンガルー食べたりしてたからじゃないですか、いやいや、そういうことじゃないですじゃないですか、いやでも ね、ちょっとね、この期間にちょっとあの、はい、いろいろ自分も思うことありまして、ね、はい、あのちょっといろいろ SNS なんかで、はい、いろんな人が相談したんですよ、はい、チャンネル登録も今ね、あの、はい、この今現段階でね、なんと698人、はい、あと2人で700人、はいはい、目標のね、中村さん1000人まであとちょっとですよ、ほんまですね、はい、ほんでね、はい、なかなかここから伸び悩んでるんですよ、はい、新しい動画アップしたら、はい、登録者が減って減ってどういうことやと思ってちょっと、はい、まあね、20万人ぐらい登録ある方にちょっと相談したんですけど、はい、そしたら、はい、やっぱり筋トレの情報をみんな見たいんじゃないのっていう、なるほど、話になりまして、そうですよ、はい、何ですか、ここはどこですか、そうですね、はい、なので、はい、ちょっと、まあ、ここはあのここで宣言します、はい、だから、まあ、せめて1本出したら、はい、筋トレ出したら1本おちゃらけみたいなね、はい、1対1ぐらいのペースでね1対1、あれ、まあ、そうなんですか、もう1個もおちゃらけっていうことでバラエティなんですよ、はい、はい、そうしないとね、はい、僕の自我が保たれない最近あの全然筋トレ動画なかったかなと、はい、いや、ほんでね、どうしようかと思ったんですよ、はい、でどうしようかと思ったんですけど、やっぱりね、はい、皆さんあの、まあね、視聴者って言ったらあれなんですけど、はい、あの698人登録していただいている方の多くの方は、はいはい、やっぱりこうリアルをあの求めてくれてるんだなと思って、リアル、はい、でそれは何でかって言ったら、あの、まあ、今までの視聴回数とかも見れるんですけども、はい、視聴回数多いのが実は、はい、あの、まあ、一番多いのが僕と親父がやってる漫才のやつが書いてあるんですけど、まあ、それ置いといて、それ置いといてですね、はい、あのトレーニング動画ね、はい、あの僕がやったトレーニング動画が結構視聴回数上がってたので、はい、まあ、まあ、50歳で、まあ、ここからどこまでできるかわからないですけど、はい、その、まあ、中年というか初老のね、おじさんのチャレンジをちょっとみんな見ていただいて、はい、何か感じるものを伝えていけたらなっていうふうに思ってます、はい、なるほど、はい、なので、はい、ちょっと本当に真面目にちょっとね、ここからね、あの筋トレに恋しちゃったんで、あのトレーニング挑んでいくんで、はい、あの、まあ、期間も決めます、一応ね、期間決めるっていうのは何かって言ったら、はい、あのダイエットの期間ちょっと曖昧にちょっとお伝えしてたんで、はい、今日から3ヶ月、はい、3ヶ月で、もう今1キロ減ってましたから、はい、だからあと9キロね、あの落とそうと思うんで、はい、はい、あの皆さん、はい、間でちゃんと結果報告と体重の経過報告ですね、はい、それとトレーニング動画の方をね、あの出していきま
まして、はい、でまあ、そういったものがあの、まあ、僕らと同じ年代の方々のトレーニングの参考になったりとか、まあ、ちょっとでもいいですから何かモチベーションプラスになったらいいかなと思って、ちょっと僕ができることをやっていこうと思いますので皆さん楽しみにしておいてください。はい、それではあのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。横山チョップでした。ありがとうございます。あ、会長、あ、戻って前ね、ね、ね、うん、減量しますって。これ2回目じゃないですか。どうなってるんですか。全然減ってませんけど。過去はもう繰り返しのとこ。ほんまにできるんですか、こんな。できるに決まってるでしょ。こんなね、こんな偉そうにね、こんなひげなんかやって。どういうことですか、これ。これ。ね、こんな偉そうに。ひげ生やせばいっちゃいますよ。はい、全然何もできてなくて。はい。ひげ富の象徴じゃないんですよ。ほんまに。はい。剃って、もうこんなひげね、気持ち悪いんでね。いや、まだひげが痛いんです。